あー動けない。はい、トーマです。こんばんは。先日ブライブ来ていただきましてありがとうございました。エディットプレイヤー作るまで寝れませんっていう、ね、企画だったんですけど、まあ、今後も機会を見てね定期的にやれればなと思うんですけれども、今日はその YouTube ライブの時にコメントでいただいたテクニックの値が180を超えてると、なんとキーパー一歩も動けませんよみたいな、はい、そういうコメントをいただきまして、まあ、もちろんねシュートによってってことだと思うんですけど、今日はその辺をいろいろ試してみたいなというふうに思います。まあ、テクニックまず180の作り方っていうところで、そこがねそもそも難しいんですけど、そもそもね99が最高値であって、そこからまあいろいろね大きく上昇とか上げていかなきゃいけないんですけど、まあ、せっかくなんでこの大きく上昇とかっていうのを考えるように、まあ、考える場合に、大きく上昇とより上昇っていうのはどっちの方が上昇するのかっていうのをね、まずちょっと調べるところからスタートしていきたいなというふうに思います。はい、見ていきましょう。はい、で自分の持ってるエディットプレイヤーのスキルをねいろいろ探してた中で、より上昇と大きく上昇っていうワードが出てきたのが、この中盤の支配者っていうようなスキルがあって、この中盤の支配者は自身のテクニックスピードステータスがより上昇するっていうものになります。これはミドルサード内にいるというところですね。まあ、真ん中ら辺いるときっていうこと。で、基本的には、例えば翼との絆とかであれば、自身のテクニック、スピードステータスが大きく上昇すると。どっちが上昇するんだというところで、このトーマ5号くんを使ってですね、まず中盤の支配者でどのぐらい上がってるのかっていうのを見ていきたいなと思います。でまだ中盤の支配者がおそらく発動してない時のテクニックステータスが78。こちらね、皆さんちょっと覚えておいてください。78ですと。で、トーマ5号くんが中盤の支配者を発動すると、どのぐらい上がるのか。今発動しましたね。これで見ていきましょう。はい。ちょっとなんか伸びてますね。テクニックステータスが78から83に変わりましたね。あ、なんかこれ大きく上昇の方が高そうな気しますね。はい、78から83まで上がりました。では、ここから戻ってですね、このトーマ5号くんの大きく上昇のものをセットしてもう一度見ていきたいなと思います。翼との絆とかとかっていうのがテクニック上昇、大きく上昇するものなので、はい、では見ていきましょう。もう翼との絆は常時発動ですので、78の値からどれだけ上がってるか見ていきましょう。85、僅差ですね。非常に僅差でした。78から83っていうのがより上昇、78から85っていうのが大きく上昇ということが分かりました。何パーセントぐらいなんでしょうね。78から85っていうことはプラス7なので 10% いかないくらい上昇してるっていうのが、まあ、大きく上昇っていうことね。まあ、何パーセントってやっちゃうと元の値が大きくなればなるほど上昇するっていうことにはなるんですけど、でこれから試していきたいのはこの2人。今ゲージ的にテクニック、ね、かなり飛び抜けてると思うんですけど、現状144、トーマ2号くんですね。で持ってるのはゾーンの使い手、まあ、この後ドリブルしてさらにステータス上げていくためにゾーンの使い手を入れて、テクニシャンで翼との絆、ディアスとの絆、サンゴールとの絆、クライフォーとの絆、これ全部テクニックを上げ、大きく上げるものなんですけども、それをすべて載せてます。で、このトーマ2号くんの初期テクニックステータスとしては、99になってます。で、スキルのうち2から6項目、まあ、合計5項目、すべて大きく上昇を載せて144ということになってますので、まだ180には足らないという感じです。はい、補足なんですけれども、99、テクニック99が大きく上昇を5個重ねることによって144になってるというところを考えるとですね、おそらく大きく上昇自体は 10% アップというものなんですけれども、10% をやるときに切り捨て、まあ、つまり99の 10% ってことは 9.9 なわけですけれども、9.9 の小数点以下を切り捨てて、まあ9ですよと。
で、その9が、かける5すると45になりますので、99足す45で144と、まあ、いったようなステータスなんじゃないかなっていうのが、はい、自分の推測になります。なので大きく上昇はおそらく 10% なんじゃないかなと思われます。で、おそらくこの時点ではまだ入らないかなと思われます。で、積んでるシュートはネオドライブシュートとスライスシュートを積んできました。はい、地上シュートのスライスシュートもね、動けないシュートっていうたまになると思うので、はい、その辺もどうなのか見ていきたいなと。で、トーマ4号くんに関しては137のテクニックステータスが出てます。で、この子は、95が初期ステですね。95のステータスを初期としてやってて、アナライズシュートとアークブリッジシュート、これを積んできました。はい、アナライズシュートとアークブリッジシュートを積んできましたので、こちらで試していきたいなと思います。で、この前転ドリブルっていうのがテクニックステータスを上げるものになってますし、スキル、テクニシャン、そして中盤の支配者、勝利の使者、ドーンの使い手、ディアスとの絆、サンゴルトの絆、これすべてテクニックを上げる要素のスキルになってます。はい、まずね、どうやったら180超えれるのかっていうところは、このトーマ2号くん一番ね180に近いので、まず見ていきたいなと思います。で、ドリブルでかわすことによってテクニックステータスって上がるので、まずそれで見ていきましょう。なので多分スキルだけで、まずそもそも常時発動のスキルだけで180超えるっていうのは無理なのかなと。なのでドリブルでかわしてとか、まあ、そういった要素が必要になってくるかなといったような感じです。あ、もしくはね、例えばスーパーエースのスキルでみんなからつないでどうなのかとかってね、見ていかなきゃいけないのかなと。今ドリブルで1回かわしてテクニックステータスが、まあ、大きく上がるというものが発動してます。はい、これで168です。で、もう1回かわすとさらに大きく上がるので、はい、これでゾーンを発動して、かつもう一段階さらにテクニックステータス大きく上がるっていうドリブルムーブの機能が発動してます。はい、これで182っていう値を超えてますね、今ね。はい、182超えてきました。で、ここでネオドライブを打ってみましょう。ああ、この距離だと入らないという感じです。まあ、多分今180超えだったと思ったんですけど、はい、まあ、距離的なところももしかしたらあるかもしれないので、何回か試してみたいなと。次はちょっとミラクルバウンドの方やってみようかなと思います。はい、これで同じ条件かなと思われますので、ミラクルバウンドじゃないね、ミラクルドライブシュート。おお、入っていく、入っていきますね、すごいな。これが180テクニックを超えてるからなのかどうか、ちょっともうちょっと試していってみましょう。もう一度見てみると、1回抜いて2回抜いて、はい、2回抜いた時点でのステータスっていうのが180を超えてきてるはずです。はい、182っていう値になってます。ミラクルバウンド、ミラクルドライブシュート、こちらを打っていってみましょう。あ、もちろんね 100% とかではないとは思うんですけど、100% かもしれない。 100% なのか、これは 100% か。今んとこ 100% 入ってます。よし、しまった。3回目いきます。ちょっと敵ブロックに引っかからないように、この辺に向かって、ここだ。あー、これはさすがに減衰しすぎってことなんでしょうかね。そういう意味だと減衰的な要素が働いたのかな。もうちょっとじゃあ近くでやってみましょうか。はい、2回。
1、2、さすがにハーフェラインからっていうわけにはいかないみたいですね。ただ今のところ成功率めっちゃ高いよ。入っていく。マジっすか。場所的にはどうだろう、この結構中盤この辺ぐらいからで全然、はい、なんか発動してる気がしますね。さすがにさっきはね、あのハーフラインぐらいだったんで、あー、ここは遠いのかな、さすがに。で、今回キャプテンスキルを全力プレイにしてきたんで、なのでさらにもう一段階上げれます。ちょっと見てみましょう。はい、これで全力プレイのステータス大きく上昇っていうのも加えて乗ってるので、さらにテクニックステータスが高くなってます。はい、201まで来ました。テクニックステータス201まで来ました。さあ、テクニックステータス201だった場合にどうなのか見ていきたいと思います。まずちょっとネオドライブ普通に打つところからいってみましょうか。ネオドライブシュート、あー、これは入んないか。ネオドライブシュートもね、動けないこと結構あるんですけど、もう一回やってみようか。ちょっと距離近くしてやってみましょう。この辺、おー、入るー、入るーすごいすごいっすね。はーい、入っていきますね。まぁ、ちょっとスピリットも削れてはいましたけど、これはもうテクニック値が180超えてたら、まあ、例えばデュアルスライダーシュートとか、ミラクルバウンド、そしてミラクルドライブシュート、この辺のこのバウンドする系っていうのは動けない補正が入りそうだなっていうのがなんとなく見えてきましたね。そしたらちょっと今度アークブリッジ試してみましょうか。あ、トーマ4号ですね。で、次はこのトーマ4号でアークブリッジシュート打ってみましょう。はい、こいつですね。前転ドリブルでテクニックを2段階まず上げた時点のテクニック値、これを見ておきましょう。はい、この子ですね、164っていうところまで上がってます。ちょっと足りないな。何が足りない、あ、勝利の死者が足りない。ちょっと点何点か決めちゃってたので、勝利の死者が入らない感じになってたので、ちょっと直しますね。これで勝利の死者も入ったので、どのぐらいまでいくかな、173っていうところまで来ました。まずこの173で打ってみましょう。アークブリッジ173でアークブリッジシュート打つとどうか。アークブリッジシュート、入っていく入っていった。173で入ってきました。マジっすか。マジっすか。これはなんかテクニック値さえ上げちゃえばシュート入る説っていうのが、はい、そしたらアークブリッジシュート、これはテクニック173の状態です。入っていく。アークブリッジシュートの方がテクニック値が低くても入りそうですね。これはすごくないですか。これすごいですね。もう一回やってみましょう。はい、これでアークブリッジシュート、あー、これは取ってきましたね。なので 100% ではなさそう。もしくは、あ、軌道がまっすぐになっちゃったかな。軌道まっすぐだと多分ダメなんでしょう。そうすると
はい。そしたら、まあ、ああ、そうか、こいつじゃないよ。いや、なんだと。動画くねくねするパターンで。はい。アークブリッジシュート。おお、すごい。あ、しかも今勝利の使者が働いてないんで、テクニックステータス170じゃなくて160台でしたね。あ、テクニックステータス160台でもゴンゴン入っていくと。つまり、テクニック値、まあ具体的にどのぐらいかはわかんないですけど、180とは言わず、アークブリッジシュートであれば、160、170でもアズワン君を一歩でも動けないシュートとして、抜いていける可能性が高いと。はい、今この状態でテクニック値だけ確認しておきましょう。189、全力プレイを使うとより結構上がってる気がしますね。はい、今テクニック値が上がってます、上がってます、上がってます、上がってます。アークブリッジシュート。あー、動けない。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。皆さん多分なんとなく分かっていただけたかなと思うんですけれども、テクニック値が高ければくねくねシュートだったりバウンドしたりするシュートは一歩も動けずに入っていくといったようなことが分かりました。で、まあ大きく上昇するとより上昇するは大きく上昇するの方がおそらく上なんだろうなというところが分かったので、はい。なので、まあ、テクニック値のね、基準としましては、60台ぐらいから、アークブリッジシュートが決まり出したかなと思われますので、はい、そう考えるとね、結構、エリートプレイヤー作成中にも現実的に、はい、出せるレベルじゃないですか、この辺だと。アークブリッジシュート。ああ、これは止めていく。なのでね、100% ではもちろんないんでしょう。距離のね、補正とか、そのあるんだとは思うんですけど、今の動けない率半端なかったですね。動けないで、動けないの 50% ぐらい、50% 以上あるんじゃないかな。アークブリッジシュート。おお、動けない。動けないっすよね。はい、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。ぜひね、参考にしていただいて試していただければなと思います。それではまた。